最高法院最高法院は、中華民国の司法府を統括する最上位の裁判所。最高法院組織法において存在が規定され、法院組織法に基づき構成される。住所は、台北市中西区調査街一段六号。最高法院は、法院組織法第50条により、総統により任命される、特任官としての委員長を中心に構成される。 法廷構成は8の民事法廷及び12の刑事法廷により構成され、各法廷は、庭町1名、法官4名による合議審判が実施される。最高法院は、下記の審理を行う女元公、1927年11月5日から1928年11月13日、林町。 1928年11月13日から1932年11月5日、虚勢、1932年11月5日から1935年7月22日、衝撃道、1935年7月22日から1940年9月26日り1941年1月30日から1945年2月3日、夏、勤む、 1945年2月3日から1948年7月13日、社営州、1948年の1966年サリョ館。1966年から1968年鎮、白木製。1968年から1972年宣告製。1972年から1987年、諸県大取り。 1987年から1993年王子大津、大河九1993年から1996年、桂吉九1996年から1998年、林秋則。1998年から2001年後、京浜。2001年から2007年、陽人樹。2007年から2012年、陽家内い二千十2012年から2015年。 定玉山、2015年から2020年くれさん ?2020 年、ありがとうございます。